こんにちは、みなせんシゅうです。このチャンネルでは、火山癖が地球最新情報と元気をお届けします。さあ、今日のテーマいきましょう、こちら。巨大地震ですね。なんとですね、皆さん。大気沖でマグニチュード9.3、ポンズが浄化する、震度7巨大地震が、まもなく発生する恐れがあるという、とんでもない情報が入ってまいりました。今日の動画は、巨大地震が危ないのは一体どこなのかということで、詳しくお話しさせていただきます。 はい、というわけ皆様、今日もよろしくお願いします。まずは、事件の現場となりましたのは、西の島から東に、1783キロ、いやーといったところにあります。北海道ですね。人口約500万人、面積8万3000平方キロメートル、西の島2万2000個分の、巨大な町でございます。この北海道、過去2年間で少なくとも合計、 444回以上の地震がギャーッと発生いたしました。特に北海道、海側でたくさんの地震がブワッと起こる特徴がありますね。なんで北海道は海側の地震が多いのか。それはズバリ、プレートが沈み込む環境だからですね。北海道ではちょうど赤線のところに、千島海溝と呼ばれている深さ約7000メートルの深い溝があります。 この千島海溝から右手が北米プレート、左手が太平洋プレートになっているわけですね。で、地下の様子はですね、このようになっていて、太平洋プレートが北米プレートに沈み込んでいると。で、この沈み込む太平洋プレートと北米プレート、2枚のプレートはですね、お互い両者をですね、パンパンに押し合っているんですね。で、このプレートがパンパン押し合うことによりまして、プレートでギャギャうわーっとあちこちで、 地震が発生するということです。どうしてプレートで地震が起こるのか。それは、プレート内部に存在する地面の荒れ目、断層。これがギヤッとずれ動くことによってえ、たくさんの地震が発生するという仕組みになっております。あるいは、この北米プレートがピューンと跳ね返ることによって、地震が起こるわけですね。 北海道の過去の大地震といえば、今からちょうど6年前に発生いたしました。イブリ東部地震があります。マグニチュード6.7。ポンズが蒸発、震度7の地震で、犠牲者44名を出した大地震がありますし、または今からちょうど70年前に起こった1952年のトカチ沖地震ですね。マグニチュード8.2。 本図が粉々になる震度6で6.5メートルの津波が発生し犠牲者28名を出した大災害が起こったということでちなみにですね、このトカチ沖地震というのは北海道の地震では過去100年間で最大級の地震なんですね。はい。で、なんとですね、皆さんこれ北海道なんですけどもこのトカチ沖地震よりも将来約40倍の大きな地震が起きる可能性があるんですね。これ言い換えると 日本一大きな地震の可能性がある場所があります。それは一体どこなのかということで続きまして、日本一大きな地震が起きる場所ということで見ていきたいというふうに思います。はい、それはズバリどこなのかというと、この千島海溝なんですね。実はこの千島海溝、将来マグニチュード9.3の超巨大地震が起きる可能性があります。 地震の規模ですが、あの2011年の東日本大震災や南海トラフ地震の約3倍の規模を誇るね、超巨大地震がここで起きる可能性があるということなんですね。では、詳しく見てまいりましょう。そもそもですね、この千島海溝なんですが、大地震が起きる場所が大きく3つあるんですね。左から、十勝沖エリア、釧路沖エリア、根室半島沖エリアです。 この3つのエリアで大地震が起きることがあるわけですね。この千島海溝の大地震の頻度でございますけども、およそマグニチュード8クラス地震は10年から数十年に1回ギヤッと発生いたします。そしてもう一回り大きいマグニチュード9クラス超巨大地震は400年に1回ギヤッとね、起こる可能性があるというね、もう大地震がめちゃくちゃね、起こる場所になっているよということですね。 例えばですね、この、千島海溝で起こった、巨大地震といえば、先ほどご紹介した、十勝沖地震ですね、マグニチュード8.2、ポンズが粉々になる、震度6の地震や、1973年、今からちょうど40年前に起こりました、マグニチュード7.4、ポンズが割れる震度5の地震もですね、発生したこともあるということでね、大きな地震がですね、多い場所でございます。 では、なぜこの千島海溝で巨大地震が発生するのか。それは大陸プレートが跳ね返るからですね。この北米プレートが千島海溝では、ぴょーんと跳ね返ります。このような地震をプレート境界型地震と言いまして、この地震が発生するために、千島海溝では大きな地震が発生してしまうということになるわけです。では、なぜ千島海溝でマグニチュード9の超巨大地震は起きてしまうんでしょうかということなんですね。 それはつまり、三つの大地震が同時発生するから説というのがあります。これどういうことかというと、大地震が起きる場所、千島海溝は、十勝沖や根室半島沖や、根室半島沖や、釧路沖エリアと、三つのね、エリアで大地震が発生するわけですが、実はこの三つのエリアで、大地震がしてギャッ、ギャッ、ウエーッと、同時発生すると。 で、この三つの大地震が合わさることによって、マグニチュード9.3の超巨大地震になってしまうと。まるでね、このドミノダウシのように、大地震が連続で三連発で起こるということですね。このような地震を、 連動型地震と言います。よかったらね、覚えてみてください。で、この連動型地震ですね。実は、千島海溝だけではなくて、他の場所でも同じようなことが起きる場所があります。それが、この南海トラフなんですね。深さ約4000メートルの溝でございますが、この南海トラフは、大陸プレート地震が跳ね返る場所はですね、この東海エリアと南海エリアに分かれます。で、この2箇所で大地震がしてギュッギヤッと連動することによって、 あと超巨大地震になるというようなね、こともあるということですね。ということで、まあ、このようにですね、まあ、南海トラフと同じように、千島海溝でもですね、三つの大地震が連動することによってですね、ギアーッと巨大地震が起こるんですよということですね。興味深いですね。はい。で、ここまで動画を見てですね、へっ、どうせ巨大地震年休を気に入うクックメディドゥーゲウミティスにしてぜ、ク 父上、し于ひげりで忙しいんで言うって思った、そこの奥さん。ちょっと待ってくださいよこっからがの、特に重要であるということで、皆さん。はい。なんとですね、皆さん。今ね、今まではこの千島外溝なぜ巨大地震が起きるのかということで説明してまいりましたが、なんと、この千島外溝の巨大地震、いつ起きてもおかしくないです。もう下手をしてある 明日起こってもおかしくないんですよ。で、前兆が出ている恐れがあるということで続きまして、この千島海溝で間もなく大地震が危ない理由ということで見ていきたいというふうに思います。はい、この千島海溝なんで危ないのかということなんでございますけども、この巨大地震ですね、今日ご説明した通り、巨大地震400年に1回ですね、長期越しギャーっと発生してまいりました。で、最新の巨大地震、今から約400年前に起こったんですよ。 400年に1回起こって、最後の巨大地震が400年前ということはですよ、皆さん。もうね、いつ起きてもおかしくないという時期に来ているわけです。だから、間もなく発生する恐れがあるんだと。さらにそれだけありません。これ、大地の前兆が出ている説もありますね。これはどういう説かというと、トののプレートのくっつきが 前よりも強くなった説ですね。では、詳しく見てまいりましょう。そもそもですね、このプレートのくっつきと巨大地の仕組みから見てまいりましょう。まずは、なんで地震が起こるかということですね。これは、大陸プレートがぴょーんと跳ね返ることによって地震が起こると。で、最初ですね、プレートというのは、あんまり曲がっていない状態だわけです。で、時間が経っていくと、プレートというのは、ギンギンに折れ曲がっていくと。 で、ギンギンに曲がったプレートが限界まで曲がると、パーンと跳ね返って巨大震起こるよ。これがね、巨大震の簡単な仕組みです。では、なんで皆さんそもそもね、このプレートがギンギンにね、曲がっていくんですかということです。で、これは大きく2つの理由があるからですね。まず1つ目が、海洋プレートが動くから。2つ目が、2枚のプレートがくっついているためです。1つ見ていきましょう。 まずは、海洋プレートが動くからということで、まず皆さん、イメージしていただきたいことがあります。ここに2冊の本があったといたしましょう。で、この本を2をですね、左に強く押してみてください。これあの、どちらも曲がる本がいいですね。で、本2をですね、左に強く押すと、この本2はですね、1に潜り込んで、こういうふうに2枚の本が曲がるわけです。 で、これ、本1がですね、曲がっているのがわかると思います。で、これとね、同じことが起きるわけですね。すなわち、大陸プレート、海洋プレートがあって、海洋プレートは左に動くわけです。そうすると、この海洋プレートは大陸プレートに潜り込んで、大陸プレートがですね、曲がっているというのが分かりますね。で、この大陸プレートなんですけども、このくっついているところね、ここもですね、重要なんですね。 もし、この大陸プレートと海洋プレートのくっつきが弱いとどうなるかというと、これは大陸プレートが曲がりにくい。すなわち、大きな地震が起きづらいんですが、この大陸プレートと海洋プレートがもうギチギチにね、くっついていたらどうでしょうか。それは、大陸プレートがギンギンに曲がりまして、巨大地震ギヤッと発生するわけですよ。ということでですね、皆さん、このね、大陸プレートと海洋プレート、 ととくっついていいいてる場場所所うのは大きな地震が起こりやすで、静岡県立大学の研究によるとですね、実はこの千島海溝のえ巨大地震が起こる場所のうち、十勝沖エリアですね。この十勝沖エリア、プレートのですね、くっつきが以前よりも強くなった可能性があるというね、まあ、研究データが出たということですね。すなわちですね、これね、 このトカチウのプレートがしっかりとくっついているということは、 今、このトカチ沖、大陸プレートが曲がりやすくなっているわけです。すなわち、巨大地震ギヤッと起こる可能性があるんじゃないかということですね。で、もしですね、これ、トカチ沖で次の大地震ギヤッと起こってしまえば、ドミノダウシのように、釧路沖エリア、根室半島沖エリアでもですね、大地震が連動して、超巨大地震がギヤッと発生する可能性があるんじゃないかということで、これ気をつけていかないといけないということです。 で、今後ですね、この後ね、考えられる前兆現象としては、大きく二つのことがあります。まずは、千島海溝で大震が発生する。二つ目が、スロースリップ現象ですね。まずは、千島海溝で大震が発生するということでね、特にね、この、えー、トカチ沖エリアですよね。 トカチオキエリアで地震が発生して、ブワーッと巨大地震に連動する。そういったことがですね、考えられますよ、ということですで。過去の事例としてはですね、例えば、1963年のエトロフ南東沖地震ですね、マグニチュード8.1、ポンズが倒れる震度4の地震が起こりました。で、この、えこのマグニチュード6.3の地震から、18時間後ですね、ほぼ同じ場所で、マグニチュード8.1のですね、巨大地震が、 発生したわけですね。あるいは、この2011年の3月9日に、サンリーでマグニチュード7.3の大震発生しました。この地震から2日後、このサンリーでマグニチュード9.0、ポンズガチを発する震度のな地震が起こったのが、この東日本大震災ということで、地震、ちょっと大きめの地震が起きてから、その後ね、 巨大地震に発展するということが考えられますよということですね。ということでこれまず気をつけましょうと。で、もう一つがスロースリップ現象であります。スロースリップとは大陸プレートがゆっくりと跳ね返る現象ですね。じわ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 ,じわとこういうふうに大陸プレートが跳ね返っていく。これがスロースリップ現象です。で、このスロースリップ現象の後で、えーとですね、巨大地震が発生することがあると。例えば2014年の地理のマグニチュード8.2の地震ですね。 このチリの地震ですね、マグニチュード8の地震が起こる8ヶ月前にスロースリップ現象が確認されておりました。または東日本大震災もやっぱり1ヶ月前にスロースリップが起こっていたということでね、この千島海溝もこの大地震発生するあるいはスロースリップ現象がもし確認された場合はですね、巨大地震ギャッっとね、発生する可能性があるということで、この2つの前兆についてはですね、これ見張っていく必要があるということで、 もし、じゃあ、これ、巨大震が起こったらどうなるのか。今回、巨大震のシレーションを行ってまいりました。これ、あの、国が行ったシレーションですけども、 想定の震度がマグニチュード9.3からマグニチュード8.8と、最大でなんと20万人の犠牲者が想定されている。これはあの東日本大震災の10倍のですね、犠牲者が想定されているということで、これ気をつけないといけないということですね。で、これ、あの前兆なくね、巨大震ギヤッと発生することも考えられますので気をつけてまいりましょう。もし巨大震が起こると、 ポンズが蒸発する、シンドナーの大きなシンになってしまう可能性があるので、皆さん、自信ですね。 備えていきましょうということでね。また新しい情報が入ったらお届けいたします。の情報を見逃しなく、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。で、ちょっと今日はですね、おまけでお話ししたいことがあります。はい。この千島海溝ですね、400年から500年に一回ギヤッとね、巨大地震が発生するよということを今日はご紹介しました。それじゃあ、なんでで、ね、そんな昔のことがですね、わかるんですかって思われた方いらっしゃると思いますんで、簡単に解説いたします。で、それはなんでわかるかというとして、例えば、この北海 道の釧路市と呼ばれている場所があります人口約15万人、面積1 3 6 3トル西の島365個分の大きなね、町があるわけです。この釧路市に、春鳥湖と呼ばれているえ湖があります。この春鳥湖の中に、千島海溝の巨大地の手がかりが残っているんですね。どんな手がかりかというと、それはこちら、海の砂であります。 このハルトリコ、陸の、陸にある湖なのに、なぜか、海の砂がね、こういう風にポツ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 入っているわけですよ。で、この陸の湖にある、この海の砂が、巨大地震の手がかりなんですよということですね。なんで海の砂が巨大地震の手がかりになるかというと、これは津波が運んだ海の砂だからですね。まず巨大地震が海でギャーッと起こります。そうすると津波がブワッと発生すると。 で、津波はですね、この海の砂を取り込むわけですね。で、結果ですね、その後、この取り込められた海の砂は湖に運ばれていきます。で、その結果ですね、この地震の後に津波で、この湖の中に砂がですね、えーっと運ばれていきます。はい。で、この湖に海の砂が溜まっていくわけですね。 はい。で、こういう風に、え、津波が運んだ海の砂のことを、津波堆積物と言います。よかったら覚えてみてください。で、地震が起きない間をですね、この陸地の土が溜まっていきます。で、またですね、巨大地、ギャーッと起こると、津波がですね、この、え、池とか湖に運ばれていくと。それを繰り返していくわけですね。 で、そうすることによって、え、この、つな、海の砂がですね、陸の池に溜まっていくと。で、ハルトリコのですね、津波堆積物なんですが、約9000年間の地層の中に少なくとも20のですね、津波堆積物が確認されたと。これは何を意味するかというと、過去9000年間で少なくとも20回の津波が発生した。すなわち、過去9000年間で20回の巨大地震が発生した。ということが考えられるわけです。さらに加えてですね、 この地層に含まれている炭素を分析したんですね。炭素というのは鉛筆の成分です。で、この鉛筆の成分を調べると、津波と地震がいつ来たのかというのが、 簡単に言うと推定できるんですね。で、結果、この炭素を分析したところ、巨大地震は450年に1回ですね、およそ発生しているということが判明したんだということで、まあおよそ400年に1回、巨大地震が起こるということが推定できるわけですね。実際にこちらが穴を掘って地面をくり抜いたものですね。ボーリングコアと呼ばれております。で、ちょうどこのベージュのですね、地層があるのがわかると思います。黒い地層の中にベージュの地層が入っております。 これが津波堆積物と呼ばれているものですね。で、これが津波で運ばれた海の砂なんだと。で、これをですね、調べることによって、昔のですね、津波とか地震の記録が、えー、推,推定できるんだよということなんですね。興味深いですね。はい。で、今日一番言いたいこれ何かと言いますと。 え今日はですね、この日本一巨大地震が危ないとされている、この千島海溝についてご紹介いたしました。推定される地震の規模は南海トラフとか日東日本大震災の3倍の規模を誇るね、大きな地震が発生する可能性がありますよと。大地震が起きる場所ですが、十勝沖や、二室半島沖や釧路沖エリアがあってですね、ギャギー、ウーとこの3つの大地震が、 同時発生することによって、まあ、まるでドミノ倒しのように大震が連続で起きることによって、マグニチュード9.3の地震の恐れがあると。このような地震のことを連動型地震と言います。で、この千島海溝なんですが、約400年に1回ですね、マグニチュード9クラス超巨大震が発生してまいりました。 最新の巨大地震は約400年前ということで、いつここで大きな地震が起こってもおかしくないんですよということですね。はい。とういうことで気をつけましょうと。で、特に、このトカチ沖エリア、プレート間のくっつきがいつもよりもですね、以前よりも強くなった可能性が示唆されております。すなわち、プレートがくっついているということは、プレートが曲がりやすくなっている。すなわち、巨大地震が起こりやすいんじゃないかということで、一番怖いのはですね、このトカチ沖エリアで、一び大地震が起きれば、口老沖エリア、ネムロ半 関東沖エリアでも大地震が連動し、結果マグニチュード9.3のギヤッとね地震が発生するんじゃないかということで気をつけましょうということですね。で、今後ですねある前兆としてはまずは小さな地震ちちょっと大きめの マグニチュード7クラスぐらいのですね、地震が起こって、その後ギヤーッと巨大地震ね、発生する可能性。これもですね、もちろんありますし、スロースイップが起こってから、ブワーッとですね、地震が発生する。まあ、そういったことも考えられるだろうと。もし地震が起こるとマグニチュード9.3、ポンズが蒸発、震度7のおすすめがあるので、ね、備えてまいりましょうということでございました。はい。以上が今日の放送になります。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。これからの地震、火山最新情報、元気をお届けして,きていきたいと思いますので、 ぜひともチャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。連続で発生する巨大震を何て言うでしょうか連続型地震、連動型地震、暖房虫型地震、夢中のパーサットでしょうかということで、コメント欄に書いて挑戦してみてください。正解というかでもハートマークをつけたいと思います。西の島 T シャツ、好評発売中です。よろしくお願いいたします。10月5日のメンバー限定後期は、世界一の化石と呼ばれる岩ということでお話ししていきます。